田部篤と佐々木千秋のファントレータイム。皆様はじめまして、マーケティングコンサルタントの矢田部篤です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて今回から始まりましたファントレタイム。この番組は動画集客コンサルティング事業の第一人者のお一人として、今コンサルティング業界で注目を集めている矢田部篤さんがラジオからの企業サポート、トレンド研究、独自の流行ムーブメント店舗、これからの消費者への訴求ポイントなどについて身近なテーマを扱いながら分かりやすく解説していただき、リスナー代表として私佐々木千秋もまずはマーケティング、そして、集客、お客様を集めることといったですね、基本的な知識や言葉の意味なども含め、お聞きいただく皆様にも分かりやすい耳寄り情報の一つ的な番組です。普段講演やセミナー講師等でお話しているのと違い、ラジオという公共のメディアでお話しさせていただく責任を感じながらも、皆さんに楽しんでいただける、そして少しでもためになる内容にしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず矢田部篤さんの略歴をご紹介させていただきたいと思います。矢田部篤さんは栃木県のご出身です。2011年東京大学大学院理学系研究科をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、海外の輸出入分野に携わられました。その後2013年にファントレ株式会社を創立。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究し、有料顧客が自然と集まるウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発。動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで多業種にわたり約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は会社経営とともに美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界ではその若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。そしてラジオでお顔をお見せすることはできないのが残念なんですが、なかなかのイケメンであると同時にですね、お忙しい中お二人のお嬢さんの保育園への通園は欠かさない、実はイクメンでもいらっしゃいます。丁寧な自己紹介ありがとうございます。ただイケメンかどうかはラジオをお聞きの皆さんがご判断いただければと思いますが、イクメンの方は奥さんの理解のもと一応頑張っているつもりなんで、また番組のどこかでちらっとその様子もご紹介できたら嬉しいです。では千秋さんも自己紹介をお願いいたします。ありがとうございます。改めまして私佐々木千秋と申します。日頃はドラマや映画に出演させていただいておりますほか、現在佐藤製薬、リゾンほか CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれ、そしてこのファントレタイムの3番組でレギュラーパーソナリティとして出演させていただいております。こんな2人でですね、今回からお聞きの皆様にお耳を傾けていただけるように、楽しく分かりやすい番組作りを目指していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めのコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーはこれからムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて独自のニュースソースなどからの情報に基づいた独断と偏見で今後の展開予想を分かりやすく矢田部解説委員にご説明いただくコーナーです。ではですね、いきなりの解説委員返信で申し訳ないんですけれども、最近矢田部さんが気になっていらっしゃるものについて簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、今回はマーケティングオートメーションというものについてお話ししたいと思います。はい、マーケティングオートメーションですか。何ですかマーケティングオートメーションって。これはですね、ロボット AI がですね、その人に合わせてその人に合ったメールを選んで勝手に送ってくれるっていう、そういうマーケティングの仕組みなんですね。どういうことですか、ちょっとわからないんですけど、詳しくね教えていただきたいなと思います。はい、はい、もしかしたらまだ不慣れでリサーチ不足なところがありますので、もしかしたら間違ったことも言ってしまうかもしれませんが、わかりやすいようにご説明してみますね。はい、お願いいたします。はい、マーケティングオートメーションとは、はい、一般的なメール、例えばメールマガジンとか、企業がお客様に送るメールですね、はい、大体皆さんに同じ内容を送るのが一般的なんですね。たくさんの人に同じ内容を送るので、
どうしてもいらないメールマガジンってありますよね。はい、あります。こんなのなんで送ってきたんだろうみたいな。でいらないと思ったお客さんは今やっぱり解除をしてしまうと。あ、なるほど。もう私には送らないでくださいという形になってしまうんですね。はい。そこでマーケティングの戦略の方がですねどんどん進化しておりまして、これはアメリカの方で生まれたものなんですけど、はい、マーケティングオートメーションというのは、はい、その相手のメールを受け取った読者がですね、はい、開封しているかクリックをしているか、はい、動画を見ているか何に興味あるかということをですね、はい、ロボットが勝手に判断をしてその人の興味のあるメールを選んで送るという仕組みなんです。すごい。ロボットがこのメールをするなんかタイミングみたいなのとかってあるんですか？はい、これもすごくてですね、はい、ロボットがその読者さんが開いた時間を覚えていて、この時間だったらこの読者さんは開いてくれるんだということを学習してその時間に送ることができるんですね。はい、それもじゃあ AI が考えてるってことですか？はい、実はですね、AI にそういったどこを見ろ、はい、どこを見てほしいということをですね覚えさせて、はい、でそれがハマった点数、それがうまくいった時に点数がついて、点数が高い方法のメールを自動的に選んで送ってくると、はい、そういった仕組みなんですね。じゃあ例えばなんですけど、はい、こう1点だった人がいるとしますよね、はい、その人に対してはもう3点とかに上げるように AI が努力するってことですか？はい、さすがいいところに目をつけます。そうなんですね、すごい、はい、すごいのは、はい、いらないメールを送ってしまうとやはりそれは解除されてしまうので、この人は興味ないんだなと、はい、これは開封率とか、はい、その人がどのぐらいこうメールに関心があるかというところを判断するんですけど、はい、例えば3回開封しなかったらもうそのメールは送られないようになります。へー。で全く違う分野のメールを送ることによって、はい、どの分野のことだったらこの人は開封してくれるんだろうということをですね、はい、測っていくんですね、ロボットは。すごい賢いというかすごいなというふうに思うんですけれども、はい、あのファントレさんの方でも AI の方はお持ちなんですか？はい、実はですね、はい、日本に今入ってきている、はい、そういったマーケティングオートメーションの AI っていうのは、はい、あまりないんですね。あ、そうなんですね。でどれも高価なものが大きかったり、日本で作っているものについてもやっぱりあの価格が高いものが多くて、はい、大きい企業しか使えないというものが多いんですね。へー。なので私たちアメリカの方に行きまして、はい、すごく使われていて安くて、みんなが使えるというものを見つけて、はい、直談判して、はい、日本に持ってこさせてくれということをお願いしたところ、はい、私たちの会社でもその AI は使うことができるようになりました。なるほど。そのファントレさんで使っている AI は、まあ、大体日本だと何社ぐらいが使ってるんですか？はい、大体この分野に絞って言いますと、はい、数社使っているところがあるかなと。ということはですよ、はい、数社ってことは、はい、まあ、ベスト8には入ってるってことじゃないですか？ありがたいことながらこの分野ではもしかしたらそう言っていただけるかもしれません。そうなんですね。いや、新しい、私は全くこの言葉を知りませんでしたけど、今ねすごいんですね、 AI というかロボットがいろんなことをしてくれるんだなということをすごく勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、皆さんいかがだったでしょうか？皆さんの興味関心の湧くものはありましたでしょうか？これからもですね、なんとか矢田部解説委員にリサーチを頑張っていただきまして、このコーナー発信のトレンドが生まれていけば、まさに準備室となるかなと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。お菓子懐かし流行通信のコーナー。さあ、続いてのコーナーはお菓子懐かし流行通信ということで、同世代の私と矢田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら、はい、現代の流行や世相と比較するプチおんこ知心のコーナーとなっております。はい、はい、それではですね、まず第1回の今回は、はい、来月で元号が終わってし変わってしまいますけれども、はい、平成、はい、はい、今回は平成元年1989年の主だった出来事を日経ヒット番付からお話しさせていただきたいと思います。はい、ちょうど私たちが4歳とか5歳、そうですね、4歳5歳ぐらいのことですよね。はい、まあ、実際、まあ、日経ヒット番付ちょっと参考にお話ししていこうかなと思うんですけれども、はい、
まずは、まあ、イタリアンファッションで、うん、アルマーニが人気だったそうです。この頃ですね、はい、ね、きっとねご両親とか着てたかもしれませんね。もう今ではね大人気ですけど、ね、この頃に始まったんですね。うん、で次に意外だったんですけど1円玉、はい、これ消費税が実施されたのがこの年なんですって、初めて、はいはい、なので1円玉がこう皆さん、 なんか私たちにとってはまあ当たり前のようなものですけど、はい、結構1円玉っていうのが毎回ね、もう今は当然のように財布の中に入ってますけど、うん、そうですよね、これまで1円玉がなかった、はい、これびっくりですね。もうヒットですからね、この1円玉すごいな、そうですね、ヒットしたということですね。そういうことですね。なるほど。で次に、ハンディカム、はい、55かな、ハンディカム55、はい、ソニーさんから出されているものなんですが、はい、それまできっとちょっと大きめのビデオカメラご自宅とかにありませんでした？ありましたね。ありましたよね。本当に昔大きい、これどうやってバッグに入れるんだろうみたいな。そうそうそうですね。本当にあの大きなカメラを片手にお父さんが撮ってくれてたのを覚えてるんですけど、はい、そう考えたらハンディカムって手のひらサイズってことですよね。はい、わあ、この時代にできたんですね。おそらくソニーは大発明だったんでしょうね。そうでしょうね、きっとね。やはりあの動画はソニーということで、この頃本当にあのソニーの動画のクオリティであるとか、今でもやっぱり、はい、ソニーの動画のクオリティ高いって言われてますよね。そういうふうに言われてますよね。あとは続いてリゲイン、はい、三共さんから出されました、はい、ご存知ですかリゲイン。リゲイン、これはあのキャッチコピーが有名な、あ、ご存知ですか、何でしたっけ。24時間働けます、戦えます、戦えますあのコマーシャルでね歌になってたので私は覚えてるんですけど、はい、なんかこう皆さんサラリーマンの方が歌ってるようなイメージがすごい私あって、はいはいはい、はい、なのでリゲイン覚えてますね。いや実は24時間戦えますという、はい、これはやっぱり時代をすごくこう象徴しているなと思って。そうですよね。今で、まあ、私も会社を経営してるんですけど、はい、24時間戦えますかなんか言ったらもうすぐにそれはもうブラック企業だとまたそれもね時代なんでしょうね、うん、確かにこの時代にあの皆さんが本当に働いて日本を元気にしていったんだなっていうのをこのリゲインが表してるんじゃないかって、本当にその通りだなというふうに感じました。はい、はい、で続いて、まあ、超高級の国産車、はい、セルシオとか、うん、インフィニティ、うん、はい、男性の方とかやっぱり結構ご存知なんですないですかね。そうですね、セルシオと言ったらもう本当に高級車というところのイメージはあるんですけど、まさか1989年頃にできているっていうのは今日初めて、ちょっと今の感じでした、はい、昔から ね伝統的にありそうですけど。そうですね、うん、なるほど。で次にティファニーです。はい、はい、この年に大ブームをしたそうです。なるほど、はい、あのティファニーブルーのティファニーですね。ティファニーですね、もう憧れのティファニーでございます。憧れのティファニー、はい、私も結婚するときに、はい、あの指輪をティファニーがいいと、あ、奥様が言われまして、はい、なかなかいいお値段なんで頑張って働きますということで、あの、はい、その時は許してもらったんですけど、なかなかね、はい、ティファニー、いや、ティファニーってやっぱりこう憧れの ね嬉しいんですよ。ですよね。で次はあのカラオケボックス、うん、この年にできたねなんですね。やっぱり僕も諸先輩方と、はい、まあ、飲みに行ったり、させていただくと、はい、やはり年代大体50代とかの方ってみんな歌うまいんですよね。うまいですよね。ものすごくうまくて。わかります、すごい。きっとこの頃は相当みんなカラオケボックスに行って練習を重ねてたんでしょうね。そうでしょうね。いやーなんか懐かしいなって感じが、ね、そうですねしますね。あとその他にはあの蜂蜜レモン、あ、これはね、あのご存知ですかね。佐々木さん、あの覚えてます？覚えてます、覚えてますよね、はい、あの私の本当にうる覚えなんですけど、はい、缶の、まあ、ジュースに、はい、何ですか、蜂がちゃんとこう描かれている。ありましたね。ありましたよね。ありました、ありました。イメージがすごい強くて美味しくてね、はい、味的にはこうレモネード的なちょっと酸っぱいね、はい、で甘くて、味なんですよね。あれがうん、どこでももう見ませんね。そう、あ、最近そうですね。そうですよね、見かけないですね。美味しいのにどうしたんだろう。いやまた飲みたいな。あ、懐かしいですね、はい、これは。そうですね、
あとはですね、あの長距離深夜バスがスタートしたのも、まあ、この年ということで、はい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 、ね、それまでバス移動って結構多分大変だったんでしょうね。そうでしょうね、長距離深夜バス、まあ僕なんかもやっぱり前の前職で働いている時なんか長距離深夜バスで大阪まで行ってですね、これも辛い辛いって言いますか、朝起きると結構体中が痛くて、痛いんですよね。だんだんでも世の中もまあ、長距離深夜バスの運転手も大変だということで、はい、昔ほどなくなってきてしまったようなにも感じますね。そうですね、この頃できてね。そうですね、なるほど、面白いなと思います。はい、あとはですね、そうだな、ゲームボーイ、あーゲームボーイ、はい、もうやりすぎるんじゃないよと、はい、怒られましたよね、時間を決められてはい、懐かしい、懐かしいです。もうお家にいる間ずっとやってましたね。やってましたね、本当に。なんであの時はあんなにやらせてくんないんだろうと思いましたけど、はい、やっぱり今娘がいると、ゲームはダメ、時間を決めてっていう風にね言っちゃいますね。これはね、親の気持ち、これはもう本当にそうなんですよね親の気持ちです ね本当に。あとはその他ですと、私がちょっと覚えてるのがフラワーロックという音楽にこう合わせて踊る花のおもちゃなんですけど、はい、多分ご覧になられたらもしかしたら分かるかもしれないですよ。田辺さんも分かります、フラワーロック。はい、歌ったりとか声出したりすると、うん、お花、花瓶に生けたお花なんですけど、はいはい、お花に顔がついてて、はいはい、こうやって動くんですよ、はい、カシャカシャカシャって踊ってくれる。見たことありますね、これ流行ったんですね、ここで。はい、らしいですよ。なるほど、ね、本当にね、いろんなこと今もまだ引き続き残っているものって結構多いなというふうに感じましたね、うん、はい、感じましたね、はい、そうか、この時代だったんですね、うん、すごい楽しい時間となりました、はい、ありがとうございます。以上、おかし懐かし流行通信のコーナーでした。改めまして、今回から始まりました新番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形でマーケティングの基礎的知識や発想、我々の普段の生活から感じ取れるマーケティングについて矢田部さんにワンポイントアドバイスをしていただきます。では矢田部さん、お願いいたします。はい、それではですね、はい、今日のマーケティング講座はマーケティングの基礎のところについてお話をさせていただきます。お願いします。まずマーケティングとは、マーケティングとは営業をなくす仕組みだと僕は学んでおります。営業をなくす仕組み、はい、うん、これはですね、マーケティングにはいろいろな定義があるんですが、はい、やはり営業さんがいて一生懸命売りに行って買ってもらうと、そういったものが今までは通常だったのが、はい、お客様の方から来て勝手に欲しいと言って買ってくれるような、そういった仕組みをマーケティングと呼ぶようにしています。もう買ってくれる仕組みということですね。そういうことです。実はですね、はい、今日はマーケティングの歴史についてお話をしていきたいなと思っています。はい、はい、歴史ですね。歴史をちょっとですね、楽しみです。これはですね、この日本においては10年、この10年15年ぐらいでマーケティングものすごく変化がありまして、はい、ちょっと前のマーケティングは全然通用しない、そのぐらい変化があったように感じています。そうなんですか、通用しないんですか。すごいんです。へー、まずですね、大きく言うとだいたい2005年以降ぐらいですね、はい、以降ぐらいのマーケティングというと、やはりマスメディア、テレビとか、はい、ラジオとか雑誌とか新聞で一般の人は情報を得ていたんですね、はい、なのでそこに広告を出して欲しいと思っていただけるような仕組みを作るっていうのが一般的なマーケティングでした。はい、はい、今までは。これはですね、一方通行なマーケティングなので、きっとこれが欲しいだろうということで広告をバンと出して、でそれにみんなが読んで、まあ、買いに来るという、そういった仕組みだったんですね、はい、ただ2005年、だいたい2005年ぐらい以降ですね、はい、大きな変化があったんですね。あ、そうなんですか。はい、これがインターネットの登場です。インターネット、はい、もちろんインターネットはその昔からあったんですけど、はい、この頃ウェブ 2.0 の時代なんかというようなね、はい、名前がついている時代だったんですけど、ブログとか、はい、あとは日本でいうとミクシーとか、あー、ミクシー、はい、掲示板っていうのがありますよね、はい、ありますね。そういうふうなものができてきて、はい、要するに今まで情報を受け取るだけだった人たちが発信できるようになったんですね、
あ、自分から発信、自分から発信できちゃう。そうするとですね、まあ、今まで聞いているだけだった人が発信できるようになるとどうなるかというとですね、はい、ものすごく情報が増えたんですね。そうですよね。すごい、もういろんなところでいろんな情報が入るようになると、今まで新聞とか、あ、マスメディアですね、新聞とかテレビとか、はい、雑誌だけ読んでた人たちがだんだんそれ以外のものを読むようになったので、情報がいろいろこう分散して、マスメディアの情報だけでは人が動かなくなった、そういう時代になったんですね。なるほど、そうですよね、はい。まあ、これが双方向のコミュニケーションが起こった、時代と言われていますが、はい、そこからですね、さらにどうなっていったかというと、気になります、はい、2013年以降は SNS というものが登場してきました。はい、 SNS ですね、はい、SNS、ソーシャルメディアとかそういう名前もありますが、はい、要するに、一般の人たちがですね、自分の、Facebook とか Twitter とか、今でいうと Instagram とか YouTube とかですね、自分で発信する自分のメディアを持つような時代になってきた。そうですね、はい、そうするともう今皆さんもね、周りで見ると毎日そういうソーシャルメディアとか SNS のニュースになってますけど、いろんなことを毎日、配信する人が出てきたんですね。そうですよね、当たり前のように毎日ね、皆さん配信されてますもんね。配信されるようになったので、もう今度余計ですね、情報が増えて、はい、今はもう情報過多の時代と言われていますけど、はい、もう皆さんですね、それぞれいろんなものを見るようになったので、一般の消費者は、まあ、例えばテレビを見なくなったとかね、はい、雑誌を読まなくなった、新聞を取らなくなった、またはですね、ブログもこの人のブログしか読まないとかね、あー、メールが来てもそれを、まあ、読まないで開封しないとか、はい、うん、まあ、そういうふうに情報を無視する時代になったんですね。悲しいですけど無視する時代なんでしょうね。そうなんです。これはこの情報を無視するという意図的に皆さんやってるわけではなくて、はい、全ての情報を見ることができないという、まあ、そういった時代なんですね。ちょっと多すぎますもんね。そうなんです。もうたくさんある中で、そこでじゃあこの時代のマーケティングはどうすればいいんだろうっていう話なんですけど、はい、なかなかこう情報を届けにくくなった時代 なので、うん、一般の人たちはどんな情報を、どういうふうに情報を仕入れているかというと、はい、ちょっと好きな人とか、はい、自分がね、好きな芸能人とか、例えばちょっと知り合いですね、知り合いが買っているとか、はいはい、いろんなまあ、そういった自分と近しい人からを情報を得て、そこから何かを購入するという検討をするようになりました。なのでファンを持っていたり、コミュニティを持っていたり、はい、自分たちのこうそういった場を持っている企業とか会社さんっていうのはマーケティングが成功していますし、はい、そういったものがないと難しいという、そういう時代になったんですね。はあ、そういうことなんですね。まあ、2005年のあたりから、まあ、今に至るまでのマーケティングの、まあ、まず最初のマーケティングとは何だというところを今お話しいただいたんですけど、はい、もう本当にマーケティング、まあ、発信するとか受信するだけでもこんなにいろんな歴史というか、はい、があるんだなというのを今聞いていて、すごく本当に、はあ、なるほどって聞いてしまいました。ありがとうございます。はい、すごくね、勉強になったなというふうに感じるんですけれども、はい、はい、皆さんもう本当いかがだったでしょうか。私もですね、こう皆さんと一緒にこう勉強していきたいと思います。はいはい、でもね、絶対にこのマーケティングというものの一端でも分かれば今後の参考になると私は思ってるんですね。はい、はい、頑張っていきましょう。皆さんも頑張っていきましょう。はい、矢田部さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。今回から始まりました新番組ファントレタイム、いかがだったでしょうか。この番組ファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からですので、ぜひ次回放送もお聞きいただきますようお願いいたします。初めての放送でしたが、矢田部さん、いかがでしたか。初めてでとっても緊張しました。でもすごく楽しかったです。はい、初のレギュラー番組ということでね、次回以降も一緒に頑張っていきましょう。はい、初めてのレギュラー番組、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。